10年前だけどとても印象的だったから。今でも覚えてる日本での話をするよ。WC も楽しみだったが、日本に行くことも楽しみだったんだ。でも、日本語なんて知らないし、ありがとうくらいしか勉強してなかったんだ。弟と東京の街を観光してた時、駅までの道がわからなかったんだけど、その時声をかけてきてくれた日本人カップルがいたんだ。でも、英語でさ、よくわからなかったんだよ、俺も弟も。そしたら、男の方が、どこの国の人と聞いてきたんだ。俺らはスペイン人だと答えると、女性の方に何か言い、その女性を残して男だけどこかへ行ってしまったんだ。俺と弟と日本人女性3人で10分くらい待ってると男が戻ってきたんだ。なんと本屋でスペイン語の本を買ってきたんだよ。彼らもそのスペイン語の本を見ながら懸命に話が通じるように話してくれたんだ。そのおかげで駅にも行けたし、スペインで発行している日本のガイドブックに載っていないような美味しい食事ができる店も教えてくれた。偶然会った異国の観光客に対して金を払い辞書を買ってきたんだよ。信じられなかったけど本当に感激したんだ。正直俺は日本人というのは人見知りが激しく冷血で、外国人に対しては差別的という印象があったんだ。でもこの時出会った日本人カップルが全てを変えてくれた、とてもいい思い出だよ。こんな素晴らしい国は日本以外にないんじゃないかと思うね。日本の政治家はクソだが。だから、去年の震災で日本はとても大変だったから、何か力になることをしたかったんだが、俺は募金することしかできなかった。日本へ、被災地へ出向き、ボランティア活動でもできれば最高の恩返しだと思ったんだが、募金しかできなかったことは少し後悔しているよ。